アイアンゴーレムに殺されたことはあるかな？最近私殺されちゃって、交易でどうしてもダイヤの斧が欲しかったんだけど、話していくうちにだんだん値段が高くなっちゃって、なんでやねんって勢いで殴ってしまったんだ。そしたら近くにアイアンゴーレムがちょうど湧いてしまったようで、跳ね飛ばされてそのままチーン。あれは災難だったな。そういえばゴーレムって色々と謎な部分が多いよな。アイアンゴーレムって機械なのか？なぜ、村人を守っているのか？なぜ体からツタが生えているのか？そういった部分から考察したり色々調べると、4つの考察が出来上がった。最後の考察を聞くと寝れなくなるかも。じゃあまずは簡単にアイアンゴーレムの解説をしていこう。アイアンゴーレムはみんな知っている通り、村でスポーンして村人やプレイヤーを敵モブから守ってくれるモブだよな。じゃあどのくらい体力があるか知ってる？バニラモブでは、ウォーデン・ウィザー・エンドラに次いで、4番目に体力があるモブなんだ。その次がエルダー・ガーディアンだな。有効中立モブの中では一番体力があるんだ。あんまり殴りかかりに行くことはないから、ちょっと意外かもしれないな。かつてもジャングで働いていた、トム・ストーンさんはアイアンゴーレムについて、溺れない、落ちてもびくともしない、吹っ飛ばない、忠実な村人の護衛、剛腕一振りで大ダメージを食らわせるいけるぞ。もし村人を襲ってるところを見つかったらご愁傷様。その瞬間から君はアイアンゴーレムの敵だよ。後悔する暇もないけど当然さ、というように、アイアンゴーレムを怒らせたら、終わりみたいなコメントを残している。公式がこんだけ言うんだからその強さは筋金入りだな。みんなはジブリの映画は何が好き？私はハウルの動く城とか好きなんだが、天空の城ラピュタってみんな知ってる？バルスって有名な映画だな。このラピュタに出てくる巨神兵というのが、古代空中都市国家のラピュタの遺産で、ラピュタを守護する役割を持った大きなロボットなんだが、アイアンゴーレムはこの巨神兵をモチーフにして、デザインされているんだ。2年前にアイアンゴーレムを家で解説した時にもこの話はしたが、このことは、モジャングスタジオのジェンズ・バーゲンステンさんが、公式に発表していることだから、少なくともアイアンゴーレムの元ネタは、ロボットだったということがわかる。ちなみにアイアンゴーレムの行動の一つとして、村人を見ると花を手に持ったり、村の子供たちがその手に持った花に注目していると、ゆっくり近づいてその花を子供にあげたり、なかなか可愛らしいことをするんだが、これはラピュタの巨神兵の行動をモデルにしているものだ。この感情を持たなさそうなものの感情表現みたいなの、私たまらなく好きなんだよね。なおこの時のアイアンゴーレムが手に持つ花は、インベントリとかに入ってるわけじゃなくて、手に瞬間的に出現させるらしい。まあ私は手から生やしたと思うことにするがな。で、ここまで話した時点で、ちょっと私のアイアンゴーレムロボット説に、信憑性が出てきたんじゃないか？倒した時には鉄をドロップするし、もしアイアンゴーレムが生き物なら、甲羅とか皮とかそんなのをドロップするとは思わないか？鉄で体内の組織を構成する生き物はいないよな。私が知らないだけでいるのかもしれないけど、でも今のモデルの話は単なるジャブだから。では次スポーンの仕方を考えてみよう。ジャバ版では様々な条件を満たした上で、村人がパニックになったり噂話をすることで、アイアンゴーレムを召喚することがある。その条件というのが5つあって、1、村人が直近20分以内にベッドで寝た。2、村人が直近30秒以内にアイアンゴーレムを検知していない。3、村人が直近30秒以内に召喚現場の近くにいたことがない。4、村人から10ブロック以内に1、2、3を満たした村人が、自身を含めて規定数存在する。5、アイアンゴーレムがスポーン可能な地点が存在する。4番について一定数の村人は、噂話で召喚する場合は5人以上、パニックで召喚する場合は3人以上、アイアンゴーレムを召喚するのに必要になる、といった感じで割と複雑な条件が必要なんだな。一方で統合版の場合はそこまで複雑じゃなくて、少なくともベッド20個村人10人が存在する。その上で 75% の村人が前日に食料ブロックにアクセスしていて、100% の村人がベッドとリンクしている村の、ベッド金もしくは他の集会地点によって、村の中心と判定される場所にスポーンする。あれ？これはこれでややこしいかも。まあそれで村には気がついたらゴーレムがいるって感じだ。でもさ、瞬間的にゴーレムって召喚されるのに、なんで必ずツタが生えているんだろう？普通昨日までいなかったアイアンゴーレムが、1日経って急に出てきたら、新品の状態で出てくると思わないか？だがマイクラ内のアイアンゴーレムは、使い古したような見た目で出てくる。私はこれはアイアンゴーレムが、ロボットである証拠だと思っている。この召喚されてた時に起こっていることを考えてみよう。私は3通りの考え方があると思う。1つ目はプレイヤーと同じように、カボチャと鉄ブロックを組み合わせて作っている。二つ目は本当に呪文か何かで召喚している。そして三つ目は、村のどこかに動かない状態で保管していて、それに動力を与えて動かしている。私はこの三つ目だと考えている。理由はさっきも言った通りツタが生えている点だ。どこかで長い年月放置されていないと、こんなツタは生えてこないと思う。村のどこに保管しているのかはちょっとわからないがな。で、さっきの考察を裏付けるかのように、こんな話を見つけたぞ。もともとゴーレムというのはヘブライ語で、未完成のものを意味するらしい。昆虫のサナギとか赤ちゃんとかも、このゴーレムの意味するものに含むらしい。で、ある
神話上ではゴーレムについて、自分で動く泥人形、という書かれ方をしているらしいんだ。作った主人の命令だけを忠実に実行する、召使いかロボットのような存在で、ロボットを使う時には厳格な規則やルールがあって、それを守らないと凶暴化してしまう、そんな恐ろしい存在なんだ。この凶暴化するという部分については、プレイヤーが村人を攻撃したり、アイアンゴーレムを攻撃したりすると、プレイヤーが倒れるまで殴ってくる、こういったところと通ずる部分があるかもな。あ、ちなみに村の襲撃が終わった後、村人が打ち上げる花火がアイアンゴーレムに当たった場合、アイアンゴーレムは怒って、その村人に攻撃をしだすことがあるらしい。私まだその場面見たことないんだけど、みんなは見たことある？もし見たことがあればコメント欄で教えてくれ。神話の話に戻るが、最も有名なゴーレムの物語は、ヨーロッパのチェコという国の、プラハで書かれた、ヤクダ・レイブ・ベン・ベザレルのものがある。この物語の中ではゴーレムは、ある団体からの攻撃や、教会を守るために川の粘土で作られたものとして登場する。基本的に特定の日は動力源を外して、屋根裏部屋に保管していたそうなんだが、ある日その動力源を取り外し忘れて、凶暴化するというものもある。また別の話ではゴーレムが恋に落ちて凶暴化して、なんとかして動力源を絶って、教会の屋根裏部屋に保管して、本当の危機以外では使わないようにしたと、結構危険な目に遭っている話が多い。元来のゴーレムという言葉の意味が、こういった機械仕掛けで、主人に忠実なものということだから、ますます私の話に信憑性が出てきたんじゃないか？ちなみにこういったゴーレム像を参考にして、出来上がったキャラクターの中には、フランケンシュタインとか、ターミネーターとかもあるぞ。フランケンシュタインの場合、体は死者の肉を使っているがな。この神話上でゴーレムは、教会の屋根裏部屋に保管されていると言ったが、マイクラでもさっき言ったように、アイアンゴーレムは村のどこかに保管されているんじゃないか？そしてその保管されている理由には、凶暴化してしまったから、ということがあるかもしれないな。凶暴化して家を壊してしまったのか、村人を殺してしまったのか、それは私にはわからない。だけど私には少し心当たりがあって、ひょっとしたらアイアンゴーレム自体が凶暴化したんじゃなくて、他の何かが凶暴化したのを見て、それを恐れた村人たちが保管することにしたんじゃないかな？次はそんな話を裏付けることを話していくぞ。みんなゴーレムが敵対しないモブって聞いたら、何を思い浮かべる？もちろん村人や動物、そしてプレイヤーも基本的には敵対しないようになっているな。あ、あとなんでかわかんないけどクリーパーも敵対しないって。これはちょっと意外かもしれないが、ガストとブレイズにも基本的には敵対しないんだ。ネザーにいるモブだからじゃないの？って思うかもしれないけど、ピグリンとかゾグリンも敵対するし、あげくゾンビピグリンも敵対するようになっている。だからガストとブレイズには敵対しないというのは、私の中で少し奇妙なんだよ。そういう仕様なんだろって言われたらそれまでだけどさ、私はこれも、ゴーレムがロボットである証拠の一つなんじゃないかと思う。あ、一応敵対しないとは言ったけど、もちろん狙ったつもりじゃない弾が当たったら、アイアンゴーレムも怒って殴りかかるからね。でも村人のロケット花火でさえぶちぎれるぐらいだから、その辺はあんまり気にしなくていいかもだけど、みんなはさっき、言ったガストやブレイズには、機械説があることは知ってる？あ、そういえばまとめ曲でもガストの解説してたな。気になる人は見てみてね。その解説動画でも話していることなんだけど、ガストはもともとオーバーワールドで生活していて、誰かがネザーに持ち込んで凶暴化させた、みたいな考え方があるんだな。私、やっぱりガストは機械なんだと思うんだ。ブレイズについてはまだちゃんと研究しきれてないから、なんとも言えないんだけどな。まあでもブレイズもその可能性が高いとは思ってるぜ。で、なんでこの話をしだしたかというと、少なくともガストとアイアンゴーレムは、同じ人間が開発した機械なんじゃないかと思うんだ。仮にゴーレムは敵を発見すると村を守るために、その敵を攻撃するように、プログラムされているロボットだとすれば、ガストも攻撃をしてくるからその対象になるはずだが、そうはならない。これ何を意味するかというと、もともとガストとアイアンゴーレムは、同じ目的を持って開発された機械なんじゃないかということだ。その目的はもちろん、村を守るということだ。アイアンゴーレムのプログラムの中には、ガストは仲間であると認識できるようになっているんじゃないか？だから攻撃しない。ガストはもともと村を守るために開発された機械だったが、何者かの陰謀によってネザーに連れて行かれて、凶暴化させられて現在ではプレイヤーを襲う。なかなか悲しいストーリーだと思わないか？まあまだ誰が開発して、誰がガストをネザーに連れて行ったのかは、全くわかってないんだけどな。ここで私すごいと思うのがさ、ガストは何体もネザーに出てくるじゃん。それだけたくさんのガストを生産したってことじゃん。アイアンゴーレムにしても、村での召喚は少し時間がかかるとはいえ、どんな村でも特別な問題がない限りは、アイアンゴーレムがスポーンするようになってるわけだ。しかもプレイヤーがアイアンゴーレムを生成するときも、簡単に生成できるような構造になっている。鉄集めるのちょっとしんどいかもだけど、何が言いたいかって、アイアンゴーレムもガストも、簡単に作れて大量に生産ができるのに、あれだけ強力な力を持っているということだ。逆に考えて村を守るのにガストもアイアンゴーレムも必要だった。しかも大量、昔はどんだけ強力なモンスターがいたんだろうな。
あ、そういえばたまにバニラ世界でも出てくる化石とか、あんなのがたくさん襲ってくる時代があったのかもな。一つ考察したらどんどん謎が出てきて楽しい。という感じで今回はアイアンゴーレムの解説をしてきたぞ。今回の話を総合して何が言いたいかというと、アイアンゴーレムは古代の量産型兵器だったんじゃないか、ということだ。なかなかロマンあふれる感じで、ますますアイアンゴーレムのことが好きになりそうだな。では最後に考察ではないんだが、今日話したことの裏付けになる事実を話していく。実はガストの機解説が始まった、マインクラフトモベスティアリーという本の中には、なんとアイアンゴーレムのイラストも載ってるんだ。そしてそこのアイアンゴーレムのイラストは、どこか機械のような雰囲気を感じられるようになっている。みんなもアイアンゴーレムの内部にある歯車とか見える？これダウトだよね？完全に機械仕掛けであることがここでわかるよね？だんだん私の妄想の話から、本当の話かもって思えるようになってきた。じゃあここでもう一つ面白い話をしよう。ガストとアイアンゴーレムは同じ目的を持って開発された。そんな話をしたよな？で、この2体面白い共通点があって、実は、どちらも両方目が赤いんだよね。この2体の赤い目が表すのは、同じ開発者が作ったということだと思うんだよね。あと他のモブも機械仕掛けの説があって、おっと誰か来たようだ。